皆さんこんにちは、Bレジェンド染田です。皆さんこんにちは、Bレジェンド管理栄養士の布目です。本日は、今こちらね前に出ている EAA ですね、こちらをね、Bレジェンドから発売したいと思います。よっ。結構ね最近こうトレーニーの界隈で EAA ってすごくね流行っているサプリメントかと思うんですけど、まあ、中には EAA とこう BCAA の違いっていうと分かってない方とかもねおられるかと思いますんで、その辺ねちょっと管理栄養士の布目さんに簡単にね解説していただきたいと思います。布目さん、 EAA とは何なんですかね。はい、EAA はですね、あの必須アミノ酸という意味ですね、はい、でなのでプロテインもそうなんですけれども、タンパク質っていうのは20種類の、アミノ酸の、総称のことをタンパク質と言っているんですが、その20種類のアミノ酸の中で、体内で合成できるアミノ酸と、食事から取らないと摂取できないアミノ酸っていうのがあって、この食事から取らないと、摂取できないアミノ酸、体の中で作り出せないアミノ酸のことを必須アミノ酸と言って、それをですね、まあ、英語で、頭文字を取ってで、EAA という風に言っています。エッセンシャルアミノアシド、めっちゃかっこいいですね。はい、そうです。なのであのこの中にはですね、まあ、BCAA 先ほど、まあ、染田さんからもありましたけれども、BCAA というのもですね、この必須アミノ酸の中、まあ、9種類のアミノ酸の中の、まあ、さらにあのよりね筋肉の合成に使われると言われているのがその BCAA で、まあ、それはバリンとロイシンとイソロイシンという3種類の、アミノ酸のことをまとめて BCAA という風に言っています。なるほど。じゃあ、EAA と BCAA こうトレーニング中、まあ、摂取することで違いっていう部分は何かやっぱりあったりするんですかね。そうですね、まあEAA はですね、まあ、飲み方としては割とあの似たようなところもあるんですけれども、あの、まあ、EAA を飲むあの、まあ、メリットというか、期待できることとしては、やっぱり、まあ、筋肉の、合成の促進というのがすごく期待できるかと思います。まあ、もちろんこれもあのいつも通り運動の刺激があって、でそこで、必須アミノ酸のこの EAA を取ることによってで、筋肉合成というのが促進するということが、分かっています。なので、まあ、BCAA もあの飲むタイミング、あの人によっていろいろあると思うんですけれども、まあ、一つはトレーニング前に飲む方だったり、トレーニング中に飲む方だったり、まあ、トレーニング終わった後に飲まれる方もいるかと思うんですけれども、まあ、EAA もですね、筋合成の促進が高まるって言われているのはトレーニングしてから1時間の間に取るとあの、まあ、いいというふうに言われているんですけれども、あのもちろん、運動前とか運動中に飲んでいただいてもいいかと思います。なるほど。 EAA は結構9種類揃ってるから飲めば筋合成が促されるけど、はい、BCAA はやっぱり3種類だから、これ BCAA だけやったら筋合成は促されないっていうような感じですかね。そうですね。なので、まあ、あの促されないこともないとは思うんですけれども、あの、まあ、運動後に飲んでいただくのはやっぱり、もう少しアミノ酸が揃ってる、あの、まあ、必須アミノ酸最低でも揃っていて、まあ、それが EAA ですけれども、まあ、それか、プロテイン20種類のアミノ酸、はい、もちろんその EAA も含まれている20種類のアミノ酸を取っていただくと、まあ、両方ともその BCAA に含まれているバリンとロイシンとイソロイシンも入っているので、うん、あのまあ、そこも網羅できてあのいいかと思いますね。でなのでまあ、ね、運動後あの EAA がいいのか、まあ、プロテインがいいのかっていうあの、まあ、どちらがいいのかっていうところはあると思うんですけれども、まあ、それぞれあのその人の目的にも応じるところもありますし、まあ、合う合わないというところもあると思うんですけれども、一つ大きなあの使い分けで言えるかなって思ってるのが、摂取エネルギーがやっぱりプロテインに比べて低いというところですかね。そうですね。プロテインですとだいたい1食100キロカロリーちょっとぐらいだと思うんですけれども、うん、まあ、こちらの EAA ですと1食で、まあ、36.6キロカロリーなので、はい、だいぶ本当にもうタンパク質にあの特化した商品になっているので、少ない、エネルギー摂取量で、まあ、最低限の、 あの筋合成が促進が期待できるタンパク質が取れるというところがあの魅力なんじゃないのかなというふうに思いますね。減量中とかにも最適かもしれないですね。うんうん、もちろんね、他のね、あの非必須アミノ酸と言われるものもあの取って
いいと思うんですけれどもね、エネルギーというところを気にされている方でしたら本当にこれがいいんじゃないのかなというふうに思いますね。なるほど、うん、でこっちのね EA の飲み方なんですけど、僕とかはジャンボシェーカーにね多めに水張って、でも EA を溶かしてトレーニング中にずっと水分補給として飲むような飲み方してるんですけど、そういった飲み方も全然間違いじゃないですよね、うん、まあ、トレーニング中に飲むのもいいんじゃないのかなというふうに思いますね、はい、でまあ一緒に飲む時にですね、その、はい、これ単品で、まあ、飲むのもありなんですけれども、まあ、糖質と相性がすごくいいので、はい、糖質取るとねやはりインスリンが出て、そうするとさらに筋合成が促進すると言われているので、糖質を一緒にね取っていただくとよりいいんじゃないのかなと思いますね。なるほど、まあ、特にトレーニング後とかリカバリーという点ではね、まあ、いつもタンパク質と炭水化物一緒に取りましょうっていうお話しているんですけれども、まあ、そういった意味からもですね、糖質と一緒に取っていただくとよりいいんじゃないのかなというふうに思います。なるほど、で今回 EA2 種類のねフレーバーを同時にね発売するんですけれども、まず1点目が夕焼けオレンジ風味ですね。でもう1点が青春レモンスカッシュ風味、両方実際僕トレーニング中に飲みましたけど、すごくさっぱりとして飲みやすいなっていう印象なんで、ビーレジェンドクオリティ保ててると思うんでね、ぜひ飲んでいただければと思います。でこちら商品の発売日なんですけれども、9月25日のねお昼12時から販売開始となります。でフレーバーは先ほど言ったこちらの夕焼けオレンジと青春レモンスカッシュ風味ですね。もうどちらもすごくさっぱりとしてね飲みやすい仕上がりになっております。で価格の方なんですけれども4990円ですね。量は 300g で、で1食が 10g になりますので、うん、30食分飲んでいただける、作りになっております。なるほど、まあ、EA すごく流行ってるので、うん、結構いろんな人がその名前聞き始めてると思うんですね、うん、だけど、まあ、気になるけどちょっとまだどんなものかわからないっていうことで試されたことない方多いと思うんですけれども、ぜひ B レジェンドから EA 出ましたので試していただければと思います。それではね、こちら B レジェンドの、ね、EA が良かったと思う方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。